であるモノミノ塔は新世界約聖書のイザヤ21章八節に由来している。現在の正式名称はエホバの王国を告げ知らせるモノミノ塔という。本誌の目的は宇宙の思考の支配者であるエホバ人を賛美し、近い将来に地上に確立される世界政府を宣伝することである。創刊当初から常にイエス・キリストのあいを支持し続けてきた。 奇数月発行の一般用は、エホバの承認の手により、広く一般に配布されている。一方、月一回発行の研究版は、集会と呼ばれる信者の集まりでの討議のテキストとして使われる。研究版は、原則的に一般には配布されない。1879年に CT ラッセルが創刊した、シオンの物見の塔を呼び、 キリストの臨在の告知者この出版物は、チャールズ・テイズ・ラッセルにより1879年に、創刊された。正式名称は、当初、シオンのモノミノトを呼び、キリストの臨在の告知者であった。1909年に、モノミノトを呼び、キリストの臨在の告知者に改名された。1939年10月には、モノミノトを呼び、 キリストの臨在の告知者に1940年3月にはエホバのお国を知らせるモノミノ塔へと改名され1970年代から現在まで正式名称はエホバの王国を告げ知らせるモノミノ塔であるモノミノ塔氏は平均印刷部数が6165万部で297こと語で発行されているこのうち130以上の言語で 同時発行されている。この雑誌の各ツイタ号はエホバの証人が配布している。彼らは配布活動を公共の奉仕だと考えている。彼らは通常家から家の奉仕でこの雑誌を提供するが公共の場所で人々に近づいたり、医師、教育関係者、政治家、知人に非公式に近づいて配布したりすることもある。物見の投資は 読み物としてバスターミナルやコインランドリー等の公共の場所に置かれていることもある。しかし、ただポストに投函したり、公共の場所に大量に放置したりしないよう、物見の東協会から進められている。一般向け、物見の塔は2015年まで毎月発行されていたが、2016年から隔月間となっている。 さらに2017年の年次総会で2018年より4ヶ月に1回発行、年に3回と決定された。日本語では大文字版、展示版、オンライン MP3 版、オンライン PDF 版が入手可能である。物見の投資は姉妹種の目覚めよ。とともに、現在は無償で配布されている。雑誌の発行にかかる費用は、 自発的な寄付金を主たる財源としている。かつては2冊150円だったが、1990年から、私たちは、多くの人のように神の言葉を売り歩くものではなく、誠実さから出たもの、そうです。神から使わされたものとして、神の見ておられるところで、キリストと共に語っているのです。という使徒パウロの言葉に基づき無料となった。 2013年1月より、一般販布用は16ページになるが、研究版は32ページのままである。ものみの塔2017年1月1日号 PDF2 ページ、私たちの王国選挙ものみの塔聖書冊子協会、1990年5月号、7から8ページ。ありがとうございます。